皆さんこんにちは。最近のフランスでの連続テロを受け、私の住んでいるアーヘンでも逮捕者が出ました。そして今週アーヘンでクリスマスマーケットも始まりました。同僚にすごい人混みなので、テロに狙われたら怖いねっていうふうにお昼休みの時に話していたところ、大丈夫、僕が電話を一本かけたら貸し切り状態にしてあげるよっていうふうに言ってくれました。これは爆弾を仕掛けたっていう電話を入れてくれるということです。こういうブラックジョークが返ってくるほど、ヨーロッパの人は非常にタフなんだなっていうふうに思います。それでもやはり何とも言えない不穏な空気が漂っています。聖書には悪に悪を報いることをするなと書いてありますが、世界の指導者たちはテロを絶対許すなと攻撃を強めています。こんな中、他に正義や平和を実現する方法がないのか、そういうふうに思わされるわけですが、聖書にはそれに対する神様の取られた解決法が書かれています。それは神様の一人子イエスを地上に送るということでした。そしてそれは今日見ていく一人の少女から始まりました。今日はこの受胎告知と呼ばれる有名な場面から、本当の正義と平和、そして救いをこの世の中に実現するための、必要なしもべの心について聖書の言葉に耳を傾けたいと思います。前回はザカリアという年老いた祭司に天使が現れ、年老いた妻が妊娠する、そういうお告げを受けたという話をさせていただきました。ザカリアは天使の言葉を信じることができず、奇跡の印として口が聞けなくなりました。しかしそれにもかかわらず、妻はお告げ通り妊娠することができました。今日の箇所はそれから6ヶ月後、同じ天使ガブリエルがナザレという小さな田舎町に住む少女マリアに現れたところから始まります。現在のナザレ、それはイスラエルの最大のアラブ人の町になっています。人口6万人あります。しかしこのマリアが住んでいた当時、人口150人弱であった小さな村でした。マリアは婚約していました。皆さん、マリアがこの当時何歳ぐらいだったか想像がつきますでしょうか。ちなみに今現在のドイツでの平均結婚年齢というのは32歳、日本は29歳になります。マリアはこの現在の平均年齢の約半分、13歳から15歳であったと言われています。日本でいうと中学3年生ということになりますので、私の娘と近い年齢になって、なんか親近感が湧きます。ちなみにヨハネ、この婚約相手のヨハネは、これも平均年齢から18歳ぐらいだっただろうというふうに考えられています。貧しくても幸せな家庭を夢見て、ワクワクドキドキしていたのではないかと想像されます。そんな日常を送っている時に、突然天使がマリアに現れて、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと言いました。マリアは、まあ天使がわざわざ私に婚約祝いを言いに来たんだわっていうふうには思えなかったんです。それに、この天使はアポもなしに家庭を突撃訪問したんだ、そういうふうにも
思わなかったようです。ただ天使の言葉にひどく戸惑いました。そこで天使はもう一度同じことを繰り返します。マリアが神様の恵みを受けたということを言います。当時社会的には価値がないというふうに思われていたことが3つあります。若いということ、貧しいということ、そして女性であるということ。この三拍子が揃ったマリアは誰か見ても神様に恵まれる人ではなかったんです。ここから始まるストーリーは何よりも神様の恵みから始まるということがわかります。天使は続けて言いました。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、この国は終わることがありません。もちろんマリアは旧約聖書を知っていましたのでピンときました。イエスという名前はギリシャ語でして、もともとのヘブライ語ではヨシュアと言います。これは神は救いという意味があります。旧約聖書のヨシュアをご存知の方も多いと思いますが、ユダヤ民族を約束の地に導いた英雄です。そしてイエスはこれから世界中の人々を永遠の命に導く、そういう役割を担っている、そのことが名前に、現れています。そしてその救い主の母親になるということ、これが、ピンときたマリアの直感でした。そしてこれは全てのユダヤ人の女性が当時夢見ていたことでもあります。こんなとっても素晴らしいニュースなんですけれども、まだ結婚していないマリアがどのように身ごもることができるのでしょうか。天使の答えはマリアが抱いていた期待や喜びを粉々に打ち砕きました。なぜだか分かりますでしょうか。天使によるとマリアは聖霊によって身ごもるということです。これはイエスが聖なるもの、神の子となり人類を悪と滅びから救うために必要である不可欠なことです。私たちが教会で唱えている使徒信条の聖霊により手宿り乙女マリアより生まれという箇所になります。マリアは婚約者ヨセフとどのように将来の夢を楽しく語り合ったことでしょうか。ところがまだ結婚する前に赤ちゃんができてしまいました。しかも婚約者の子供ではないのです。これは今現在でも非常に問題になることですよね。しかも誰に聖霊によって身ごもったって言っても信じてくれる人がいるでしょうか。想像妊娠なんじゃないのっていうふうに言われるかもしれません。当時婚約期間中に赤ちゃんができた場合、婚約破棄で済めばいい方で、下手をすると一周一の刑で死刑にされる、そういう危険性もありました。モーゼの律法にそのように書いてあります。前回お話ししたエリザベトの妊娠についてなんですけれども、これは信じがたいことでした。年老いたおばあちゃんに赤ちゃんができるというのはとても信じることができない、でも喜ばしいニュースだったんです。しかしこのマリアの場合、決定的に違うのは信じがたいだけではなくて受け入れがたいことであったということです。旧約聖書に処女が子供を身ごもるということは一つも一言も出てきません。
もちろん予言はされていたんですけれども、実際にそういう例はありませんでした。マリアの場合、命を懸けた苦渋の決断が必要だったということが、エリザベタの場合と決定的に違います。そんなマリアに天使は優しく、でも力強くこのように言いました。神にとって不可能なことは一つもありません。創世記18章14節で、アブラハムに子供ができると天使が言った時、サラも横にいたんですけれども、その時天使が言ったのは、主に不可能なことがあるであろうかというふうに聞きました。今日読んだ箇所はそれにまるで答えるかのような宣言になっています。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアにはこの奇跡の印として、年老いたエリザベトが妊娠6ヶ月であるということを教えてもらいました。この言葉を聞いてマリアは、先が見えなくても命が危なくても神様が守ってくれるということを信じ、大きな苦しみを、十字架を背負う決心をしました。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通りにこの身になりますように、そういう告白したんですね。皆さん、はしためという言葉、どういう意味があるかご存知でしょうか。これはしもべという意味の女性形になります。女奴隷のことになります。私たちは常に何かの奴隷であると言えます。私たちは日々暮らしていて、お金のため、名誉のため、快楽のため、社会もしくは家族のために身を粉にして仕えている奴隷であると言えます。自分が一番大事だと思い大切にしているもののために毎日生きています。そして私たちは日々いろいろな問題に直面します。特に人間関係の問題に直面します。その時、しもべの心を持って使える時、多くの問題は解決へと向かいます。でも私たちが使える相手が完璧ではない人間である以上、どんなに熱心にへり下って使えようとしても、誤解されたりすれ違ったり、どうしようもできない時があるということも事実です。しかしマリアはここでは、全知全能で不可能なことは一つもないというふうに宣言された神様を、私たちを命を懸けて愛してくれる神様を、主人としてそのしもべとなるという宣言をしました。神様以上に私たちが安心して使えることができる相手は果たしているのでしょうか。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通りにこの身になりますように。これは今日この礼拝にのただ中にいらっしゃる神様が、私から、そしてあなた方一人一人から聞きたいと思っている言葉でもあります。これは綺麗事でしょうか。確かに神様のしもべになって従っても全てうまくいくわけではありません。私も信仰を持ってから15年ほどになりますが、ドイツ語ができなくて差別を受けたり、子供の教育のことで先生に怒られたり、会社の都合でリストラにあったり、さまざまな苦労を経験してきました。さらに妻にも毎日叱られています。苦労するたびにふるさとに帰ろうかなという気持ちが頭をかすめることたくさんあります。旧約聖書に登場する主のしもべ、預言者や信仰の先輩方も困難を経験していった、そのことをマリアは十分に承知していたことでしょう。
同じようにマリアも普通ではない困難をたくさん体験していきました。婚約者のヨセフは分かってくれたものの、周りの人からは白い目で見られたでしょう。臨月の体でベツレヘムまで150キロの旅をさせられ、家畜小屋でお産もしました。ヘロデ王から子供の命を狙われ、真夜中に親子3人で逃げました。そして異国エジプトで難民生活を強いられました。夫にも先立たれました。息子は犯罪人として当時一番むごたらしい処刑方法で殺されました。貧しさの中でも夫婦が支え合って生きていく平凡な生活を送ることはマリアにはできなかったんです。ほど遠い人生を送りました。でも最後に私が強調したいのは、主のしもべになるということは大きな喜びが伴うということです。マリアは全人類の救い主イエス・キリストの生誕、死、そして復活、すべてを目の当たりにする唯一の人間と人となりました。私もそしてあなたも人生の最後に人生を振り返った時に、神様のしもべとして受けた困難は本当は神様が用意した祝福への最善の道だったんだということがわかります。それは私たちの考えをはるかに超える真実の喜びを、そして本当の正義と救いをもたらす道だったんだということがわかります。願わくばこれからの一週間、不可能なことは何もない神様にしもべとして従ったマリアの決心に私たちの思いを重ね合わせ、これから1ヶ月のクリスマスの期間迎えていきたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。神様、今日はマリアの信仰を通してしもべとして生きる原点を教えられました。マリアのこの決断によって私たちの救い主イエス・キリストの誕生が実現しました。イエス様も裏切られ、罵られ、鞭打たれ、殺されましたが、最後には復活して神様の祝福を得ました。しもべとして神様の御心に従い、罪と悪にまみれたこの世に希望を与え、救いを実現してくれました。イエス様が私たちのために自分を犠牲としてくれたように、今日読んだマリアも大きな犠牲を払って信仰の決断をしてくれました。あなたのしもべとして生きるということが、実は私たちが考えている以上の喜びと幸せをたっぷり味わう人生を生きることだ、その約束をあなたに今日いただくことができました。私たちが人にではなく、まず神様あなたに仕えることができますように、あなたのしもべであることができますように、そしてその上であなたの愛を持って隣人にこの社会に仕えていくことができますように、悪に悪を返さず、あなたの愛によって平和を築くことができる、あなたのしもべであることができるように、私たちそしてこの教会をあなたが豊かにお持ちしていってください。私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。